はい、それでは今回はパワーポイントを使ってルパン三世風のタイトルを作ってみたいと思います。まず全体像ですが、こちらにあるように一文字あたり1スライドという形で作っていきまして、最後にタイトル全体のスライドを作ると、画面切り替えによってタイプライターで打たれたような形にしていきます。それではやっていきます。まず白紙のスライドを用意して、右クリックから背景の初期設定を選択します。こちらで色を黒色にしておきます。そして文字を入力します。ここでは HGS 教科書体の500ポイントで作成をしています。そして画面切り替えタブをクリックして、こちらにあるカットを選びます。これは今出てますように、前のスライドがほぼ瞬時に消え、現在のスライドが表示される、このような画面切り替えになります。そして画面切り替えのタイミングで、クリックのチェックを外して自動にチェックを入れます。そして 0.1 秒に設定をします。ここまでできたらスライドをクリックしてコントロール D でスライドを複製します。そして文字を打ち直していきます。ちょっとアニメーションを実行してみます。このように瞬時に画面が切り替わります。これをタイトルの文字の数だけスライドを作成していきます。このように作成ができましたら、最後にタイトル全文の文字が入ったスライドを用意しておきます。一旦アニメーションを実行してみたいと思います。次に画面の切り替わるタイミングで効果音をつけていきたいと思います。効果音の付け方は画面切り替えタブに移動しまして、こちらにあるサウンドの項目で設定をしていきます。今現状すでに入っていますが、こちらのプルダウンメニューからその他のサウンドを選ぶと、保有している効果音を追加することができます。効果音についてはこちらから取得しています。効果音ラボというサイトに行きまして、タイプライターと検索するとタイプライターで文字を打つ位置っていうのが出てきます。今回作例として使用している効果音はこちらになります。1点注意が必要なんですが、 PowerPoint で扱える音源のファイルは WAV になっています。でただこの効果音ラボからダウンロードできるファイル形式は MP3 となっていますので、 MP3 から WAV に変換をする必要があります。これはコンバーティオというサイトでファイル変換することができます。また最後のピストルがガラスに当たって割れるような音はニコニコモンズにありましたので、こちらの音を利用しています。詳しい入手先については概要欄もしくはブログの方に掲載していますのでご覧になってください。これらの効果音を設定して完成になります。スライドショーを実行してみます。こちらの作例では最後に少し調整をしていまして、スライドの表示と効果音に少しズレがありましたので、最後の一つ前のスライドのびっくりマークについては秒数を 0.1 から 0.5 に変更しています。またもう一つタイミングを合わせる目的で最後のスライドにフェードのアニメーションをかけています。継続時間は 0.5 秒にしています。はい、ということで今回は以上になります。今回作成したパワーポイントについては概要欄からダウンロードできますので、必要な方はダウンロードしてみてください。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。